ジャムボードで自分が普段から使っていてすごく便利なものに野中先生の作ったシンキングツール、これがありますのでちょっと紹介をしたいと思います。で、まず最初にこの Chromebook でこの Chrome ブラウザですね、これを開きます。で、この YouTube の概要欄にあるこの URL、これを開きます。そうするとドキュメントのコピーと出ますので、コピーを作成をクリックします。そうすると、これなんと30枚以上ものこのジャムボードで役立つシンキングツールがあります。これめちゃめちゃ便利なんですよ。まあ、例えばどのように使うかというと、まあ一番わかりやすいのは、まあ賛成とか反対かな。これをちょっとジャムボードの背景に設定したいと思います。で、背景に設定するには、ここですね、ファイルをクリックしてダウンロードとありますから、ここで画像として保存してあげます。で、画像には JPEG 画像と PNG 画像とこの2種類があるんですけど、まあ、今回 JPEG 画像で保存したいと思います。これで保存されました。それでは早速ジャムボードの背景に設定してみたいと思います。で、このプラスでタブを、新しく開いて、この Q10 リーダーですね。ここから、ジャムボードを開きます。で、新しいジャムボードですので、ここのプラス、ちょっと自分の後ろに隠れてるんですけど、ここですね。ここで、プラスをクリックします。そうすると、新しいジャムボードが作成されました。で、先ほどダウンロードした画像を背景に設定したいと思います。で、背景に設定するには、ここにある背景の設定ですね、ここをクリックして、ここの画像をクリックします。一番この右下になりますね。ここをクリックして、アップロードのところの参照をクリックします。そうすると、このマイファイルの中のダウンロードのところに、先ほどダウンロードした画像がありますので、これをクリックして開くをクリックします。そうすると、このようにジャムボードの背景に設定ができました。で、この画像を背景にすることの利点というのは、生徒がこれ編集できないんですよね。例えば、ここに付箋で、まあ賛成反対で名前入れてもらうと。例えば、色変えて、まあこんな風に賛成反対の、まあ付箋をこういう風に入れてもらったときに、まあ生徒が間違ってね、背景を消してしまったり、動かしてしまうということが防げるということです。それではもう1ページちょっと追加してみましょう。ここの部分をクリックして、新しいジャムボードのページを、クリックします。で、この2ページ目ですね、これをクリックして、新しいページが開きました。じゃあ、ここに、先ほどのこのスライドから、じゃあ今度は、じゃあこれをダウンロードしたいと思います。で、ファイルでダウンロードで JPEG 画像、これダウンロードできました。そしたらば、ジャムボードに切り替えて、ここに背景を設定します。背景の設定をクリックして、画像をクリックします。で、参照をクリックして、今コピーしたのがこれですね。で、開く。これで背景に設定できました。で、あとはここに付箋で、まあ、名前をね、こんな風に追加して、こんな風にして意見を、まあ、こんな風に集約させるといいんではないでしょうか。非常に便利ですので、ぜひご愛用ください。それではまた。じゃあの。